はい、どうもワイワイと申します。本日もいよいよやってまいりましたマリオメーカー2の動画。前回の12時間以上プレイに時間をかけた鬼畜コースをクリアしての今回、私はある一つの面白そうなコースを見つけました。では早速本日プレイいたしますコースをご紹介いたしましょう。私の記憶が確かならば、数年前この世界中に感動と興奮をもたらしたあるゲームが存在する。そのゲームの名をアンダーテイル。しかしこのアンダーテイルというゲームは独創的なストーリーで感動をそそるだけのものではない。鬼畜ゲーム好きに知らない者はいないであろうフレーズ。そう、アンダーテイル G ルート。その G ルートの難しさをはるかに凌駕すると言われるトビーフォックスを愛してやまない者たちの鬼畜の祭典。それではご紹介しよう。本日のコースはトビーフォックスメガロバニア。さあ、では早速やっていきましょう。どんなコースなのか、トビーフォックスメガロバニア。はあ、またこんな連続か。だからジャンプしてこれしゃがむってことやろ。はいはいはい。でこれを、いやそんなこれもうパッて避けたらいいんちゃうこれ。ん、うん、あえなんでほんでお前がびっくりしてんの。はあ、また24時間かかるんちゃう。いやいや、これどうしようかな。え、前に行っとけばいいってこと？どういうこと？前にこう行っといて、で、これどうするの？先落とします。いや、それはちょっと無理じゃないか。これどうしようかな。え、前の方に行っといて、こう、うわ、ギリギリや。もうええ、絶対セーブないもんな。これおおよそ最速記録が2分50秒ぐらいにしよう。ほんま2分50秒俺失敗できひんってことやねん。これやって控えめに言ってもクズお前は。でやねん、こうやってどうすんの。あのホームランバーが時間できてんのか。おっしゃ、ナイス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 。あこの上に乗んの。え、もう音流れになったんすけど。いや、わかんないな、それは。あー、よっしゃ、オッケー、ナイス。で、あ、そうか、あいつを踏んで上に。なるほどね。まあ、笑わさんと行くで。もうええって。ペッ、前にいっといて、こっからギューン飛びます。わからん。もっと下までグイッといけるって。下までいけるってだから。トゥルトゥ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 。あ、ちなみに下っていう漢字あるでしょ皆さん。下っていう漢字と上っていう漢字って似てません？あれ、下っていう漢字を逆向けたから上っていう風に呼んでるんですよ。嘘やけど。うトゥルルドゥルトゥ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 ルルドゥドゥ。もう今喋っとくしかないからな、ぶっちゃけ。今喋っとかんと、もうほんま17時間後とかはマジで。なんで俺こんなことしたんやろしか思えへんから。薬物に手を染めたやつの刑務所入った時の感想と一緒やから。こうやろ。トゥルトゥ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 。ほら、フィルハーモニー聞かしてあげて。ここのフィルハーモニー聞かしてあげて。何したいの？これ、取ったいの？これ。え、取れへんねんけど。これは何なん？この緑のやつはこれ。ずんだ餅みたいです。これずんだ餅どうしたらいいの？これ。え、ずんだ餅消えそうになってる。え、何？じゃあずんだ餅をどうしたらいいか分からへん。あ、こうか。あ、よっしゃよっしゃよっしゃ。で、取って、これ。で、戻るってことちゃう？これ。こうやって、ほら、あれ？楽勝やん、こんなん。で、なんか、え？嘘やん。うわ、笑かしょんの。え？俺ずっと BGM が流れっぱなすもんやとばっか思ったから。ちゃうんか。おっしゃ、ここまで来た。鍵取って、わーおーってなって、これ、どっすんだけちょっと気にしよう。あ、前歯。元気してるか、前歯。はい、早引け。え、なになに？え、なに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 ？ほんまもうこのどっすん、一番嫌いかもしれない。ドッスンと差別だけはこの世から消えされた方がいいと思うもん俺。なんでやねん。それは何か、そう、俺は分からへんけど、避けられへんもんなんか、それ。そんな簡単には
幅があるのか、その向こう側にあのつららは、こう頂点が尖ってるもんじゃないのか、横にファって幅があるのか、ならばもう当たっても死にはしないだろう。ええて、これで問題はドスンは簡単に回避できます。この後、いやだからどこまで伸びんねんお前。ビットコイン全盛期か、今のもう中井の窓やったら完全に俺テロップ入ってるから下に、ビットコイン全盛期かー言うて、ケタ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 笑われたで今言った。え、もうええて、うんとしいな、忘れてはそんなお前の存在なんか、いなくなれこの世から。はい、よし、下の方から、よっしゃ、下の国からで、こう言って取った。もうこれは絶対決める。ぐーん、ほら、積んだ餅いきます。で、これ避けます、これ避けます、ここ下から行きます、ここ上がっていきます、どっすん避けます。よっしゃ、来た。どう、あ、入んの、何したらいいの。あ、入ってきた。え、いや、ちゃいますやん、ちゃいますやん。え、もう嘘やん。ヘルメットに当たって不覚か破覚かかって言われても、いやだからもうヘルメットに当たって不覚か破覚かかはないって。なんだその不覚か破覚かかって。あ、失敗した。バババッパ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 ッのやつやろこれ、この曲。そんな嬉しそうになんでいいけど、これはまあもう本当にね、まあはっきり言うと思い出したくないぐらいの過去やからね、私からすると。ドド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 ド。戦争が終わってから75年ぐらい経つんですよ皆さん、ね、でこっからジャンプして、ここ違う、あ、ここに入るんじゃないんかな、それが分からへんねんな。やっぱ扉に入るのはもう俺間違いじゃないと思うから、一回入ったら入れ、入って、いやでも無理よな、これもしかして間違いってこと言ってる？あ、俺分かったかもしれん。あ、違うわ。え、ドアに入るんやと思うんだけど、ドア入れるのかな？このビョンってするところにドアあんの？あれ入れる？ほんまに。いや無理やって。これが入れんのかっていう。ここ確かめとかんと。入れる。なるほど、これちょっとジャンプして、うわギリギリあの音符に当たらへん、前に連打やな。了解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 。だからさ、だからね、あ、もしかして入るコマンドももう逆、これって下押さなあかん。いやそれはないって、そんなそこまで逆にしてこへんって。やったら右行くのも左行くのも逆にするはずやん、まあ、絶対違うと思うけどな。ただまあ下押してみるか。うん、下押して入れたら、うん、入れたな、入れたわ。うん、ごめん、わけわからへんな。うん、わかりたいとも思えへんね。おうおう、合わせた、もうお前ナイス、いいぞ、入って、何したりかわからへんか考えよう。いやわからん、考えられへん。よし、入った。こっからジャンプして、ジャンプして、あー、なるほど、耐えろってことね。はい、わかりましたわかりました。あれ耐えるんだ、重いクソジャンプで。でもみんなもどこ見たらいいかわからへんなるやろな。まあ一つ言えんのよ、俺の背中見てたらええってことやねんけどな、みんな。な？どうしたん、なんか、本でも書く気？わいわい。冷蔵庫の余り物でできる。明日からできる。すぐできるご飯っていう本が書かれてる。できるおない、ちょっと。できすぎやしいひん。わかる、もう。もう。なんで、あ、このとこだけ逆向いてんねやろ。それなんか逆向けるスイッチかなんか俺押してんの？え？ブラジルってことか、あれじゃ。ここが地球ならば向こうはブラジルだよってことを言ってる。ブラジルまで配管通してんのお前。赤遅いんか、どこら辺に。ガーッ、やることなんだよ今。あ、そんなことできんのマリュー。取って取って取って、何してんの。首にする力があるんだよ俺には、マリオ。冗談やけどな、冗談冗談、それは冗談やねん。テープレコーダー取ってへんやろなお前。もうやっ、分からへん。あ、洗剤買いに行かな。えって、そこでしようか。明日の
オッケー、来た。もう掴んだ。掴んだぞ。俺ちょっと待って、下全然見てない。上の音符しか見てない。音楽が成り立ってんのかどうか分からへんけど、なんか起こった。赤入んのかこれ。入るよ。よっしゃ、やん。でも俺掴んだね。どこに行けばいいかってことは掴んだ。ちょっとタイミングとかはちょっとまだわからないですけど、なんか俺のいたところの横の壁だけは生き残ってたから、それを考えると、ピースイッチなのかな、なんか多分なんかがピースイッチかなんかが反応して、あれ俺扉行けるようになったと思うけど、それが切れるタイミングで壁の上に乗るってことだよね。どうして悪ははびこるの、どうして世界は泣くの、誰が愛を守るの、そうさスーパーマリオさ。真剣に言ってなかったわけではない。そこでふざけるやろ。なんかあらよっとで前一丁みたいなずっと流してね、こいつ適当に。それが腹立つねん、こっち真剣にやってんのによ。よし、入った。てんてんてんてれてんてんで終わりやからな。てれんて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 れてんてんてれてんてん。おし、ん、上これ左側の青いとこ行けばいいんやろ。え、違うの、こうじゃないの。え、なんでそんな嫌がられたの。え、なんすかなんすか。え、上がってるの。え、ごめんなさい、やることが分からないんですけど。え、そう、いや、潰されるじゃないですか、僕。え、潰されないですか。うん、ちょっとめちゃくちゃ寝てません、ちょっとここ。どうしよう、考えよう、時間があるうちに考えよう。あ、トリリリ言うたなんか、お、鍵持った、チャンスや。行くぞ。めっちゃ考えなあかんじゃん、これ。どっちやと思う？どう考えても第一巻右やろ。思わん？左にあんな矢印置いてんねん。ずーっと顎入って、しかもでも赤やん。危険な赤。で、ここ入ったら死ぬでよ、お前と。で、青に行きましょう。それが俺は多分ミスやと思う。こう左側バツ、右側丸って書いてる。俺はでもこの左にかけるわ。その裏を書いた。お前の作者の発想にな。正解か間違いかが分かんない。もうさ、またこっからやねんけど。もういいってこと。どうして世界は泣くのやろ。ここやな。いや、どういうことや。実際左でもドアあったから問題なさそうな気がすんねんけど。丸行ってみる。じゃあこれ、やっぱり左にバスって書いてるわけやし、そもそもまあ危険の色の赤のドラム缶がある土管か。まあじゃあ促されるがままに行ってみようか。君の両親にかけてみようか、制作者。ん？何？みんなパワハラがどうだああだって言うけど、もうそれ言い出したら世の中のマリオしたことある人全員がパワハラしてるなもんやで、これ。マリオに違う？だってこいつは決して前に行きたいって言うてないからな。俺やったもん、ノーと言うもん、やっぱり。それでもこいつは何も言わんと言われやろ、ほら、こうやって、しゃがんで、食虫植物避けたことある？みんな、じゃあ。ないやろ。もうそれやねん。かわいそうに、こんな、よくわからん、積んだ餅みたいな中に押し込められて、なんか、鍵開けて、お前、自我がないもんな、もう。マリオには自我がないねん、もう。あ、ちなみに言うと、あの、吉本っていう会社、あの名前じゃないですか。あの吉本、うちのおかんの、あの、旧姓が吉本って言うんですよ。で、これなんか昔に、これなんか関係あんのかなって思って、まあ、ないやろなと思いながらね、関係ないやろなと思いながら、おかん、これなんか関係あんのって言ったら、うん、実はなんか自分の先祖のところがそこに関わってるっていうような、あの、ことらしいで、嘘やけど。お、ジャンプでき、ここは、だから左やねん。左で覆ってるってことやろ？じゃないの？で、ここ入ってすぐにここ入んの。これや、こっから新しいね。いや、わかるわけないやん。と、今ずっと見ててもわからんもん、だって何が何か。で、こっから。わかる？あれ見て、何か。
ショージャンプピョッピョッピョッピョってショージャンプしろってこと言ってる。ちょっと待って、一回練習しようじゃん。ミスタールルルあなたの笑顔お塩かけて時もかけて入れって鬱陶しいな。この鍵さ無駄多すぎひん？ちょっとたかだかそのちょぼのとこだけやろ、大切なとこって。その鍵にとって持つとこむっちゃでかない？首にかけるんかよ。マナベやん、プロレスラーのマナベの入れって。もうなんやろここほんま。この街にこの家に心は変える、家に帰れば積水ハウス。どういうこと、家に帰れば積水ハウスって。家に帰っても家ってこと？どういうこと？家に帰る家、家が帰る家、どういうこと？家に帰ればって言ってるよ、じゃあ。こんな、なんかそっか、歌詞があるやん。この町にこの家に心は帰る、家に帰れば。急におざなり。こうやろ、こうやろ、入るやろ。で、ショージャンプ。おっしゃ、いった。めっちゃ集中したのに俺、ショージャンプ。何、あ、降りたら走れってこと？もうこっからやねんって、もうずっと。いいって、帰らんで、家に。セキスそう、歌い方飲んでましてはいいわ。普通に歌うて？歌うんやったら。はい、わかったわかった。入ります、入ります。こっから。ダッシュ。おっしゃ、入った！なになに？あ、これ、てれててんって なるやろ？ほっといたらいいよな、じゃあな。ほっといたらいいよな。え？うん。いいよな。クリア？え？ちょっと待って、どうしたらいいの？これ、何、あいつを倒せばいいの？わからへんねんけど、この、これが気になってね、この下のこの青。これ動くやつちゃうの？めっちゃ早いやん。いや、そんな早い。こっからがもういいって。一応私が弾き出した、計算でいくと、おおよそ今私が言っているところは、全体の半分ぐらいだと思います。全体の半分にやっと行くことができました。現在の時間は11時半。開始してからでいきますと、まだ、若干3時間には至ってないのかなというようなところでございますですね。いきます。マリオの格好が面白くなってきたもん。赤っていうのがいいよね、やっぱりマリオは。フライパンみたいな帽子さ。そのフライパンみたいな帽子。いる。いらんて、マリオ。あれ、なんで赤い取ってきてない。もうちゃんとした靴こうたるわな、マリオ。もしお前がこれいけたら、俺ちゃんとした靴こうたるわな。ナイキのやつでいい？スタンスミスとかの方がいい？アディダスの。まあ、そんなっていっぱい高いの買えへんけどな。マリオ頑張って、そんな。こんなに動いてんのに。とわとわってなるような。そんなふざけた靴で。こいつにやらしてるとなると、やっぱよし、ここから一気に行こう。ドクロに乗ったら一気にで、カロン踏んだ方がいいんかどうか分からんけど、ちょっと踏んでみるわ。この大きいやつな、いくよ。さあ、ということで、早くも12時を過ぎてしまいましたです。まあ、しかしながら途中でちょっと休憩してることがね、今回の場合は多い。まあ、休憩と言いますか、まあ、飯とかそういったことになりますけれどもね。そこの部分で、12時ですんで、まあ、2時までにはまあもう終わるてしまうでしょうね。だからそれがな、ロトに見えへん。もう俺、その鍵がロトに見えへん。もうそれが鼻について。なりきってみようかな、一回マリオに。それを面白いんちゃう。あ、いた。
体しか言うことがない。ほかやな。あいつが一回右に行った時に行きます。あれ意外と楽勝というか困る。え？これ若干思ってんのがアンダーテール G ルート最終サンズ戦の時のサンズの攻撃、それをもしかしたらちょっとモチーフにしてるんじゃないかなっていう気が俺どこかしてて、今実はちょっと休憩してる間にまあ私のではなくて G ルートの攻略をしている動画をちょっと見てたんですよね。するとなんかね攻撃の方法というかこの上にヘバついたりとかすること、それがどこか似てるといえば似てるのよね。例えばこれもなんていうかな、上にヘバつけられてジャンプして避けるっていうそういう行動というか攻撃があるんですよね。まあ、これアンダーテール知ってる人じゃないとわからないかもしれない。まあ、画面見てもどこを映してんのかとかはね。でもそれをやっぱこういう攻撃をモチーフにしてるんじゃないかっていう気がしてきた。いやでそれで一番怖いのはさ、まあそのサンズの攻撃の一番難しいやつ最後の最後すげえ長い攻撃があるんですよ。それがめっちゃ難しいんですよ。もしかしたらそこが厳しいとこなんじゃないかと、このコースの一番の目玉というか。オッケー。ん？あれ取っとかなあかんのか、もしかして。違うよな。あのフラワーと、待てよ。こっから、よっ、来た来た来た。きゃー、マジか！この攻撃もあんねん。こういう攻撃もあんねん。サンズの攻撃の中で。よし。あの花みたいなやつ取らなあかんのかどうかわからんけど。よし。回避すんぞ。こうやろ？こうやろ？何したらいい？何したらいい？これでいいの？俺はこれし続けてりゃいいの？いや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 。え？ごめん、わからん。え、何言ってんのかわからん。これ、今回はちょっと前回とは違うあれがあるわ。きつさがあるわ。今回のやつと前回のやつの大きな差はやっぱ長さやと思う。コースの一個一個の難しさ、まあ一つのこうなんていうかな、パッと見た時にうわーって思わせるのは確かに前回の方やと思う。だけれどもこのねみんなの見てないところでの圧倒的作業量っていうかな、そこに行き着くまでの間が長すぎて難易度としては今そんな高くない気はしてるけど、いやーよし、ちょっと早めに行ってみよう。早めに行くぞ。来た。なんかわけわからん状態入った。これぐらい。よし。この状態でいきます。こう。こう。ん？なんか出たぞ。これか。ん？これでなんかすんのか？これ、すごいバウンドしような。ファイヤーじゃないかな、これ。なんかちょっとよくわからへんけど。この状態でここ乗ります。で、俺思ってんけど、上でさ、左右に揺れてりゃいいんじゃないかなって。あれ？ん？また！今いける！お！何言ってくれ、分からん。うわ最悪。おでもあ入る。あれ待って、クリアちゃう？もううわクリアや。ちゃうわ。やばい。ちょっと待って、喋らんでいい？マジでクリアできると思うか、俺これぐらいやったら。違う、入れねえのそこで、こっからなんだよな。でも確信ついたことがあるわ。やっぱりこれは G ルート最終ボスサンズが行う攻撃を模しているんだ。はあ、心もろいな。そういう風な形で G ルートというかサンズ戦、この、メガロバニアは再現していると。落としてくれへん。そして俺もう一つ分かったことがあるね。それはもうクリア間近ということよ。サンズ戦最後の最後、そのサンズっていうやつはまあ見ていただいてると思うんですけど、俺怒らしたらというか、もういよいよじゃあ必殺技出すぞとサンズ自体は言ってくるんです。最後のボスずーっと延々と、もうそれ以上お前がやったら俺も必殺技出しちまうよっていうのを引っ張るんですよね。最終的にサンズは必殺技を出さないんですけど、その必殺技という前、G
じゃあもう次これ回避したら絶対出すからな。その次っていうところ、その前のだから攻撃が一番最後になるわけですよ。その一番最後の攻撃にそっくりなんですよ。私が今通った道がまさに左から右へ駆け巡る、そして巡った後にものすごい勢いで、360度外から攻撃してくる、そのスタンス、これをクリアすれば終わりということになりますよね。むっちゃ頭かゆなの、こういう失敗した、うわーなった時なんかこう頭なんていうのか、血管がどうかなってんのか知らんけども、ティラノサウルスに引っかいてほしいと思うもん頭、それぐらいかゆくなんで、ぐわーって一瞬でぐわーってかゆなんねん。絶対猛攻に良くないわ、もうこんなに良くないことしたくないもん。参議院議員になった方が良かったんじゃん、わいわい、もしかしたら、まあ、やはり日本が抱える一番の問題は景気の問題じゃないかなというふうに思います。みんな景気を良くしましょうよ。そうだそうだとか言って、まあ景気を良くすると言ってもイチゴのショートケーキのことじゃないですけどねとか言って、そうだそうだとか言って、よし行くぞ、入ります。これで回転して避けながら、最後なんかどっかの拍子にピースイッチが稼働された場合際にジャンプして降りなあかんから、この雲の賞味期限とともに来た。ちょっと待って、これちょっと待って待って待って、間違えた、いやコインになるんちゃうこれ。え、もうすぐタイムリミット感感じんねんけど、ん、あ、え、これを待てってこと、ん、あいつは何、あいつ、ん、なんか、え、なんか上がれる、ん、何、あ、ん、あ、お、なんか、なんか、ちょっと待って、なんかちょっとバグってんねんけど、あ、じゃあこうか、いけ、わからんけどいけ、わからんけどいけ、よし、いけ、間に合え、よし、どう、残りは63秒、え、いやでもちょっともう時間ないしな、いやこれで俺決めたいねんけどな、意外とむちゃくちゃ時間かかってんねん、これもうこう、そう、1か8かでも行くしかない、もう50秒しかないから頼むマリオ。え、なにえ、何したいの、これ乗ったらいいの、これ乗ってこうして、何、こっち行くのか、やばい、焦ってきた、いや待って、30、もうそ、時間ないね、で一回もう戻る、これオフにして、でここ入って、違う、ここ入るんじゃなくて、やばい、時間がマジでやばい、うわ待って、ちょっと待って、あ、ここ出てる、これこっち行っていいんか、これちゃうか、頼む、いやークリアしたっていうことでいいんですかね。もう最後の方は手当たり次第適当にやってたらいけたっていうことで、クリア率 0.00% のね、まあ、16人目っていうことになりましてですね、まあ、コメントをね、見てみましょうかっていうことで一回ちょっと今ゆっくり見てたんですけれども、まあ、クリアしてる人があと私以外にも15人いてね、あ、これかわいいね、あ、ほらもうこの吉田光輝くんもね、ねしいちですか、ねしいちねしいちってね、ねしいちねしいちって書いて誰かの名前書いてくれたりとかしてるね、非常にこうコメント欄では難しいみたいな感じにこうなってるんですけど、ちなみにですね、先ほどのコースは、とても難しいという難しさに設定し、まあ、全ての地域でタグも全てで、クリア率が低い順という、これで検索するんですね。すると一番上からちょっとまあ私も探してるところあるんです、これ後に多分するしていくことになると思うんですけれども、その下の方ここら辺にねほら出てくるんですよ。要するに、まあ、クリア率が、0% ですから結構難しいと。ただ多分一定の条件があるんでしょうね、いいねが500以上ついてないといけないとか、1万人以上がプレイしていないといけないとか、多分そういうのがあると思うんですね、ここに表示されるためには。そして一番難しいと言われてるのがおそらくこのリーサルエジェクション、これはまあ世界で一番難しいと言ってまあそういない レベルなんじゃないかなと思ってるんです。だからここをね私は攻めていこうと思って今回これを、プレイさせていただいたんですけれども、よし、皆さんワイワイさんは思いました、
ここまで少しは上手くなっているのであれば、通信で遊んでも勝てるのではないかと。で、これ、うん、みんなでバトルやんだもん。ほか、ふざけるな。だろ。俺、今の腕をもってして、こんなに頭が痛く、朝の6時にマリオメーカーを31のおっさんがしてるなんだから。よーし。なんやねん、お前は。虫か。なんて顔してんねん、お前。しかもお前、差しの商売やないか、この野郎。払ってこいよ、お前。よっしゃ。まあ、任しとけ。絶対勝つ。絶対勝たんな、もう俺終わらへん。これまだ、あれの方がいいわ、俺。よっしゃ。メッセージや。負けました。よっしゃ、行け。トゥイン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 。ほら、行け。やれ、よいしょ。おい、ダマ、はい。こっから、もう、おじさん、こっからあれせえへんで。悪いけど。容赦していかへんぞ、俺は。よいしょ、行け。いやあ、はい、ほら、後ろにチューペットもあるわ、いっぱい。チューペットいっぱいあります。ね。いやあ、キノコ飛ぶぞー。いやあ、おじさんが爆発させたとこじゃ、これ。あ、意外が上におるわ。あ、俺の嫌いなハンマーブロスもおる。あ、これ勝てるんじゃない？もしかしたら、もしかするんじゃない？これ。万が一の番狂わせが今、起ころうとしています。この国立競技場で。いやあ、行け。よし、かかってきやがれー、この野郎。ああ、え、そんな嘘だ。こっからなので、大きなことと覚えじゃ、ドゥ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 ってやって、ほら、ビュン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 、うわあ、痛い、うわあって言ってんのかな、俺。痛いわーって、よっしゃ、これでキノコ飛ぶやろ。で、ハンマーブロス、これ回避するやろ。うわ、綺麗。もう、見事に回避していってるもん、俺。普通に回避してるんちゃうもん。見事に回避してる。で、クソラゲー。俺はもうラグいってことでいいもん。じゃあもう当たる、よしよ、ほら、頑張ってこい。もう、当たる気に行く、俺がもう。いや、俺だ。でも避けちゃうんだよーだ。これいいんじゃない？これゴールじゃない？もしかして。あ、違う。お、でも俺が最速できてる、今。ここ最速来てる。なんか 青と赤で、なんかもう血色悪になった。もう完全に体に悪い色の記録コンになっています、今。おはようございます。なにこれ、なんか鍵あんねんけど。まあいいか。こっちか。なに急に。いや、お前に構ってる暇ないから。なんやねん急に。はい、降りてこい、お前。もう鬱陶しいな。もうこうなったら、もう一致団結して倒そう、そいつを。いやあ、おっしゃ、倒した。トゥリーになった、トゥリーになった。おっしゃ、いけ、ゴーゴーゴー。うわ最悪、スイッチだけやった。で、この右は行くんちゃう。右が、いやー、やった。あ、なにこれ。俺の友達似てる、こいつ。ルイージ？これ。俺の友達似てるわ、ほら。なんかもう、なんか並んでるみたいな。よっしゃ、ほら。うん、ぬるっと、日本テレコム。へい。トゥルドゥドゥ。俺はこっち行くよ。でも、悪いけど。君たちがどっちに行くと行かない。ほら、もうこれで俺ゴールや、ほら。はい、勝ち。え、嘘、ほんま？え、ほんまに俺の勝ちでいいの？あの、はい、って言って、やったー！いいね、このコース。誰もが意表をつかれたんちゃう。嘘やみたいな。ヨシズアイランド1っていう。ヨシズアイランド、いいわ。ワシズマージャンみたいで。やーい。152ポイントゲー。これってことは10回勝てばやっと C になれるってこと？俺。なんか俺ちっちゃくない？ね、知らんけど。おう、また同じメンツやないか。うん、まあお前らみたいなもんに勝てへんけどな、おじさんは。なんで俺こいつやねん、いつも。なんかちょっとあれやろ、どんくさそうやんか、俺のやつ。もうちょっとええやつにしてくれよ。せめて昨日の子の方がええわ、俺、お前の。え、何してんの？え？
何を、いっぱいできた、やったー、いやいやいや、まんまみーや、まんまみーや、ほら、そのままみーや、はい、どけどけどけ、キノコ、キノコの分際で、もう 目の前をチロチロ動き回るな、この野郎は。これなんかすんじゃん、これなんかすんねって、ごめん、これ下潰してしまった、え、何、そんな上からもできんの、いつももう止まって、行き過ぎてしまうんだけど、こいつどんくさいから、もうでもどけろっておい、ちょ、お前うっとうしいな、お前、よいしょよいしょ、ほら、いけ、なんか、俺なんか体のバランス悪ない、なんかめっちゃ首から先なんか、あ、これにゃんタウンじゃん、これにゃんにゃんタウンの住人や、ほら、みんなにゃん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 って言うやつ、ほら、うわぁ、猫でもできひんことしよる、にゃん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 タウンだ、にゃん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 、おい、いけ、はい、俺もゴールした、俺のが下先降りてる、俺のが下先降りてるで、俺の方が 下先降りてるでって、どうそれ、え、なんで俺の方が下先降りてたやん、ダメ、じゃあマイナス2って、お前デートのインフレが、ちょ、でもね、今のはさすがにおかしかったね、で世紀の大誤信じゃない、さっきのやつは、だって俺の方が下先に降りてたんだから、あのポールに捕まるのは自由、あなた方が捕まりたければ捕まって ございなさい、でも最終的には地に足つけたもんが勝ちなわけじゃないですか、なんでだから俺こいつばっかりやねん、鬱陶しいなさあ、と言いますことでね、本日はね、結構やったプレイ時間としては、まあ何時間ぐらいなんでしょうね、8時間ぐらいですかね、プレイはさせていただきましたけれども、まあ間にちょくちょく休憩を入れてたりして、でまたやったことがあるところね、スパスパッとカットしてますんで、結構ギュッとね短くなった動画というか、また一つ物足りない動画というか、そんな感じになりましたけれどもね、どっちかというと最後の方が、最後のマルチで戦ってる方が頭がおかしくなっててね、もう朝ですから、なんかその方がまだ良かったのかななんて、思ったりしているような動画ではございましたけれどもですね、今後も同じようなことをしていきたいなというふうに思っています。もちろんどこかでね、ちょっと休憩みたいな動画があるかもしれませんし、どうなるかわからないですけれども、やはり世界中で非常に難しい、クリア率でいう 0.00、0.01 のそういったコースをね、ぜひ私が潰していければなと思ってますし、もうすでに実は動き出しております。ぜひよろしければ次回の動画もご覧いただければなと思います。と言いますことで、本日も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。よろしければ次回の動画でお会いいたしましょう。それでは皆様、本日も一日お疲れ様でした。